へっまで言ったら早く出せよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいと言ってくださった方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。ゆなちゃん、ドライ系、第一印象自信家、特徴、形式的、負けず嫌い、短気、ズバリ言い切る、成果にこだわる、サバサバ型、一人で行動するのが好きなタイプ、ワイワイ騒ぐことはないけど、うちに秘める力は結構すごい。うちに秘める力、どんなんなんかめっちゃ気になるよね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ早速、マンション行ってこう。お、誰か。ゆまぴーちゃん、入るよ。よかった、喧嘩じゃなくて。お久しぶり。おお、誰おお、ハットくん。いいやん、いいやん、いいんじゃない。どんな話。趣味かな、趣味の話。あ、でも趣味好き嫌いあるけんね。人によって全然違う趣味やったりとかするもん。どうやろう、二人がどんな趣味なんか全くわからんけど。お、意外と話が合う。おお、そんな趣味なんですか、あははは、みたいな。おー、びっくりしたー。今のまちょっと怖かったよ。友達にならんかと思ったよ。うまくいきましたー。ありがとうございます。友達になってくれました。いえいえ、よかったよ。ゆまぴーちゃんも楽しそうやったね。お、なに？実用品、お風呂セットをもらいました。あ、ありがとう。あゆなじゃないか。誰かと電話しよった、今。ね、その角いい加減に取らないかな。風は引いてないかな。うん。おお、紹介してあげる。みゆちゃんね、みゆちゃん。みゆちゃんって恋人、おらんかったか。いいと思う。ほいほい。みゆちゃん、こないだ他の人にも紹介してなかった、誰か。ねえ。で、結局、ダメやったんよね。ねえ、どの状態が楽しそうに話しよん。ああいう風になんか目細めて笑いよるときは楽しそうに話しよるって判断したんでいいんかな。ん？あれは全然楽しそうに話していないぞ。ほら、二人とも超無言やん。これはよろしくないやつやね。ほら、カフェでも。もうあれやね。遊園地で、あ、この人ダメだわ。って思ってからのカフェやね。今日はありがとう。こちらこそありがとう。ほら。あれ、あゆなはさ、角の上から帽子かぶっとんかな。まずは友達から始めるのです。あ、でも友達から始めるんや。よかったよかった。ほい、それじゃあ、ここちゃん、入るよ。しゃっくりしよったね。大丈夫かい？おかげでしゃっくりが止まりました。お、よかったよかった。くしゃみが出そうで出ません。お、久々のくしゃみ来たね。手伝うよ。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。はい、スタート。さあ、来い。久々に盛大なくしゃみを。あ、これいい感じじゃない？は、ちょっと。へっまで言ったら早く出せよ。収まったわ。収まっちゃったわ。なんてこと。ねえ、微妙な気分やね。そして、夜市開催中。さあ来たよ、私の大好きな夜市が。お、あゆなやん。
ハットくんは無言で通り過ぎていった。買うよ買うよ。福袋を、明日も買えよ。買います。ほい、一つ目の中身は？服、タートルネックが入っていました。お、季節全然違うけど、まあ。二つ目の中身は？あ、いいこれ。服、マリンワンピースが入っていました。めっちゃ可愛いやん。あ、これと、あの帽子や。ね。サキちゃんとかユナちゃんが被っとるやつ。三つ目の中身は？服、迷彩服が入っていました。やったね。今回めっちゃ当たりやん。全部服やったやん。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。ほいほい、お願いします。プリンセス大会開催。女装会。どうした？おー、乙女のように照れながら本格的だね。めっちゃ興味津々やん。ほいほいほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、じゃあ QR コードを読み取る。ジュジュちゃん、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。お、最近ちょっとノリ系の人あんま来てなかったけん、久々な感じかな。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ、お、ハトバになんか来とるね。ちょっと見てみよっか。これは旅立っていく方かな。声をかける。おお、なんだびっくりした。船が酸素をやってきました。見る。仲良し島から船が来ました。旅人ネネ、輸入品、ショートパンツ、カーデ。お、女の子や。次は？ほい、あゆな島の輸出品を積み込みました。お、バイバイカンタくん。カンタくん旅立っていったよ。ユーカ島から船が来ました。旅人ユートくん、輸入品、ジャージ、スカート。ジャージとスカート、いいね、いいね。で、あと一層か。チョロマツガールズ島から船が来ました。旅人いちかちゃん、輸入品、チェックスカートと網タイツ。お、今回女の子率が高いな。いい感じやね。てか旅人来るの多いね。嬉しい嬉しい。お、走ってきた。声をかける。管理人さん、こんばんは。こんばんは。お、答えれる。お、マジで？よかったよかった。居心地よかったんよね。嬉しいよ、それは。そして、みんなテント張っとるかな。おー、多いね、今回は。え、なになに、病んでない、なんか。なんか早速病んでない、ねねちゃん。うわ、なんか超しんどそうですけど、大丈夫？あ、お邪魔してます。いえいえ。勝手にテント張って、すみません。大丈夫よ。今夜ここに泊まっても、いいでしょうか？全然もう大歓迎、泊めてあげるよ。よかった。ありがとうございます。あの、それよりも体調は大丈夫っすか？ねねです。今日はここに一泊させてもらいます。ほいほい、どうぞ。ごゆるりと。今までに8つの島を旅してきました。8つの島。私が生まれた島の管理人さんから預かった伝言が、私の
なぁ、とてもいい人です。おぉ。私の親はとてもいい人です。本人が打ったんよね、それ。寒気がする、それ風邪だよ、きっと。待って、風邪薬あげようか。風邪薬。はい。早めのパブロンやね。いただきます。どうぞ。ねえ、旅、大変やろうし、体調管理ちゃんとせんとね。有効成分が風邪の諸症状に効きました。手を持ってたけど、おかげさまで楽になりました。いえいえ、よかったよ。ありがとうございました。ほいほい。ゆっくりしてってね。管理人さん、実はちょっとお願いがあるんですけど。なに?冷や汁うどんを持ってるんです。冷や汁うどん。ゲームコイン1枚と交換してくれたら嬉しいな。おー、いいよ。交換する。この交換しうるさ、ゲームコインっていうのは一体何に使われるんやろ。元の親のところに届くんかな。お、特産品、冷や汁うどんをもらいました。ありがとう。こっちはめっちゃ笑顔やね。どうした?あ、お邪魔してます。勝手にテント張って、すみません。いえ。こんなここに泊まっても、いいでしょうか?あ、全然いいよ。なんか今回結構遠くから来た人が多いね。いつも愛媛県内だけやけど。いいよ、止めてあげる。さっきの人、どこやっけ?山形って書いてた、山口って書いてた、そんなんやったよね。で、この子富山県やし。ふん。おう、こちらこそよろしくお願いします。あ、マジでお腹すいた?いや、聞こえてないよ。で、まあ、お腹すいたんやったらね、何かしらってコンビニ弁当はちょっとあれやね。松茸。あ、お味噌汁とか飲む?はい。どうぞ。ほいほい。ちゃんと栄養つけてね。そんなに。こっちが涙出そうだよ。何日ぶりとかならがっつり肉とかの方が良かったんじゃない?大丈夫?それで。管理人さん、実はちょっとお願いがあるんですけど。ほいほい。痩せ馬も持ってるんです。痩せ馬?ゲームコイン10枚と交換してくれたら嬉しいな。痩せ馬って何?痩せた馬?交換するよ。ちょっと旅費が心細かったの。ほいほい。なんだそれ、食べ物?特産品、痩せ馬をもらいました。へぇ。よくわからんけど。おう。なんか前もさ、他の人もゆうやさんと写真撮りよったよね。旅人と仲良くなりやすいんかな。いいよ。そして、ゆうとくん、お、なに?写真撮るの?入るね。めっちゃカメラ眺めよった。今まで撮った写真でも見よったんかな。こんばんは、全然いいよ。いいですか?止めてあげる。よかった、ありがとうです。いえいえ。僕、ゆうとです。今日はここで一泊させてもらいます。ほい。僕は今までに7つの島を旅してきました。7つの島だいぶやね。よろしくです。こちらこそよろしく。変わった味だなって思った時にやめればよかった。何を何のことだろう。変わった味だなって思った時にやめればよかった。よくわからないけれど。よくわからないけど、とりあえず、美味しいもの食べる?あ、そうだ、この島のみんなチョコレートパフェがあんまり好きじゃないみたいなんやけど、どうやろう、ゆうとくんは。はい。お腹が痛いので、やめておきます。お腹痛いのか。あ、なるほど。変な味だなと思った時点でやめておけばよかった。食中毒かなんか?ってことは胃腸薬だね。なるほど。そういうことね。はい、胃腸薬。どうぞ。いただきます。ほいほい。ちゃんと直してね。お、治った。穏やかな効き目がお腹を癒します。お腹が痛くて旅も続けられないかもって思ってたんだ。
なるほど。ごめんね。最初全然気づかんかった。おーおお、なになになに、感謝レベル？親切にしてくれてありがとうです。いえいえ。お父さん、お母さんに教えなきゃ。なるほど、感謝レベルとかあるんやね。お願いがあるんですけど。ほいほい。どこかの郷土料理も持ってるんだ。どこだ？ゲームコインさん、どこかってどこだ？無理ですか？いや、いいよ、別に。交換する。ありがとう。てか、どこかって愛媛じゃん。心配しなくていいんだ。ほいほい。特産品、どこかの郷土料理をもらいました。愛媛の郷土料理ね。なるほど、なるほど。ゆずさんと写真を撮ったよ。お、マジで？ゆずちゃん？お父さんとお母さんに手紙を送るとき。おー、ほんとや。この写真、一緒に送ってもいいですか？いいよ、いいよ。いいの？こういう感じでクロムちゃんも写真撮ってくるんかな。ね。さあ、三人ともいい夢を見てね。ほい。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。ことはちゃん、和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ。ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する。実はしっかり者。めっちゃ優等生な感じやね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ。お、また置き手紙か。お、一人だけやけど。あゆな島の管理人さんへ。夕べ管理人さんの夢を見たよ。なんか嬉しかったな。だから僕の大切なもの、思い切ってプレゼントしまーす。ゆうとより。おー、なになに？お宝、銀貨が入っていました。おー、ありがとう。じゃあ、早速今回、新しく入ってくれた。ことはちゃん、お、すげえ。え、こんな部屋で半袖。やばいね。入るよ。あたし、凍え死なんかな。どうもどうも。意外としっかりした女。もうなんか部屋が気になりすぎて、めっちゃ霊気漂っとるやん。他の島で流行っとる、やっぱ流行りとかあるんかな？この島は一体何が流行りなん？よくわからんけど。ほい、それじゃあとりあえず、ね、あったかいもの食べん？こんな部屋におるしさ。ね。ちゃんこ鍋とかどうすか？部屋溶けるかな？いただきます。どうぞどうぞ。どう？冷たいものの方が良かったりするんかな？まあまあ美味しかったようです。微妙やね。まあでも美味しかったんやけんいいか。あー、投げ合いに発展している。入るよ。二人とも落ち着いて。二人とも投げるのをやめて。大丈夫かい、ココちゃん。不機嫌だろうな。落ち着いて落ち着いて、仲直りして。何がいいかな。ホットケーキ。これならきっと、さあどうよ。機嫌も直ってくれるだろう。ほっかほかのホットケーキよ。はあ、好きじゃなかったか。なんてことだ。ことごとく外すんだけど私。ダメだな。とりあえず、あゆなを呼び戻そう。さあ、帰ってこい。お前が落ち着いて謝りに行くんだ。さあ、私だったらきっと、好みはわかるはず。落ち着け。でもこれ結構ね、みんなコメント欄で言ってくれるけど、リアルの私はそれ好きですよ、とか。全然リアルとね、好きな食べ物とか違ったりするけんね。私ならチョコレートパフェとか大好きやけど、でもなんかこの中で評判悪いんよね。リンゴ飴とかどう？実際の私はそんな好きじゃないけど。ほいほい。ちょっとかけてみよう。お、結構美味しかった。よっしゃ、落ち着いたね。
仲直りしてこようと思います。ほいほい、行ってらっしゃい。ちゃんと謝ってくるんだよ、ここちゃんに。あれ、なんなんやろ、上の。絵なんかな。さあ、ここちゃん。許してあげてよ、あゆなを。この間はごめんなさい。どうだ、どうだ。ドキドキ。おー、おー、よかった、よかった。解決した。うまくいきました。よかった。仲直りできました。いえいえ。喧嘩をするな、喧嘩を。お、なになに？実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、ミーニュース行こう。中止になりました。ミーニュースをお伝えします。ほいほい、お願いします。動くベッド発売。1分でも長く寝たいよ、私は。やば。でもそれってどうなん？起きてからの用意できんくね？用意をして、ベッドに入らんといかんよね、もう。で、ね、まあ普通に考えたらそうよね。ほら、朝起きてさ、もうすでに会社やったりしたら着替えもできんし、顔も洗えん、歯も磨けん、何もできないよ。ハットくん、入るよ。どうもどうも。久しぶりですね。どこに行ってたんですか？一応マンション内をさまよっておりました。急に友達になってほしいと言われたのですが。おお、いいやん、いいやん。いいんじゃないの？では、ちょっと話をしてきます。行ってらっしゃい。そっか、こんな家やったっけ。そこシャッて開く感じ？おお、すげえ。すげえけどさ、扉、あれカーテンよね。ふにゃふにゃなんじゃないの？あんなんで大丈夫？防犯？お。意気投合したね。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。よかった、よかった。お、レベルも上がったよ。ほい、それじゃあ。それじゃあ、ギターでも、どうすか。道具、ギターをプレゼントしました。お礼にこれをあげます。なになに？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。レイカちゃん、和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。お、最近なんかまたちょっと和み系の人が増えてきたね。これでもうちょっと、穏やかなマンションになってくれれば。ほい、それじゃあ早速、マンションに入っていこう。そして、今回新しく入ってくれた、レイカちゃん。入るよー。どうもどうも。馴染んでってね、これから。レイカです。いろんな意味でマイペースな女です。いろんな意味でマイペース。そのマイペースさを見てみたいよ。知らない場所に一人で行くと大抵迷子になります。あ、それはなるね。てか知ってる場所でも、ちょっと行く道を変えたりとかしたらなるね。ほい、じゃあお腹空いたやろうけん。とりあえずサザエのつぼ焼き。まあ、サザエのつぼ焼きなんかでお腹は太らんと思うけどね。どうぞどうぞ。完食程度に。すごく美味しかった。お、よかったよかった。私も食べたいよ。ほい。マキさん入るよー。ゴロゴロしよるけど。床ふかふかしとんかな？グッモーニーン。リカちゃんに友達ご紹介したいのですが。おーおーおー、いいよいいよ。ご紹介するのは、
ゃん。マジで。なんかすごい違う系統な感じするけど、いいんじゃないかな。面白そう。どんな話をすればいいでしょうか。どんな話。なんやろうね。世間話とか。が一番無難な気がする。多分。だって世間の話だから。そういうことじゃない？どう？気は合うの？あ、なんかすごい楽しそう楽しそう。もういい感じじゃね？これは友達になるね。ほらほらほら。これでいや気が合わなかったわーってなったらちょっとね。うまくいきました。ありがとうございます。友達になってくれました。いえいえ、よかったよ。てかあれやね、紹介しようって思うぐらいてっちゃんと仲良かったんやね、まきちゃん。実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。ほい、じゃあちーたんくん入るよ。どうもどうも。そっちの世界の天気はどうなんでしょう。こっちの世界の天気は晴れだよ、晴れ。変顔の練習したので見てくれますか。おお、見る見る見る。どのパターンだ。おお、いかがですか。いいねいいねいいね。みんなよくそんなに顔伸びるよね。面白い。楽しんでもらえて何よりです。あんなに顔の形が変わるほど伸びれんことない。これにこれもあげます。なになに。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。これで今の変顔を撮ってきてほしいけど。来月の予定ももうほとんど埋まってます。マジで？マジで？何？チータンくんリア充っすか。楽しそうだな。ということで、そのリア充さんのさ、交友関係を見たいから、写真でも撮ってきてよ。使い捨てカメラで。ほい。どんな写真を撮ってきてほしいですか。もちろん住人の写真で。わかりました。ちょっと撮ってきます。いってらっしゃい。普段どんな感じで絡むよ、みんな。こんなのが撮れました。どれどれ。これはこれさ、前にさ、全く同じ構図で、こっちを向いとるのがチータンくんやったってことがあったよね。何？自分と同じことをやらせてるの、他の人に。伝説の9月ってなんだよ。伝説の9月って何？ 80 点。タイトルの意味がわからない。なんか前のやつってさ、カーニバルの後みたいな感じだったことない？題名。なんなんだ一体。ほい、それじゃあ、歌を歌ってみようか。それじゃあね、ロック。ロックでいこう。ごめんね、落とした。歌、ロックをプレゼントしました。そして、音楽堂へ。音楽堂で、おー、なんだなんだなんだ、びっくりした。誰？ちょっと来てもらえますか？おー、なっちゃん、どうしたどうした？行くよ、行くよ。おー。実は、なおかしに赤ちゃんと生まれました。おー、マジか。待望の。どっちだったら嬉しいですか？前回、クロムちゃんが女の子やったけん、今回男の子やったら嬉しいかな。男の子でした。おー。なんかすごい、キリッとしてるね。すごいなんか、イメージ通りかはわからんけど。それは、自然に任せよう。すべてだな。ナト、ナトくん。いいね、いいね。ほい。島のみんなで温かく見守るよ。また新しい住人が増えた。嬉しいことだ。じゃあちょっと一旦見に行ってみようか。ハットくんとなっちゃん。おー、いいね、いいね。怪しい夜。めっちゃ笑いよりやん。微笑ましいよ。ほい、そして音楽堂で、グループで歌う。
人でのロックは一体どんな感じか。あ、すごいすごい、ちゃんと楽器違うね、二人とも。へえ。え、ってことはさ、これどん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 人が増えてったらもっともっと楽器が増えるとかそういうことはないかな。ね、気になるね、そういうの。おー、すげえ、くるくる回しよる。あれ？マイク一本しかないよ。もしかしてこれバンド的な感じになってさ、メインボーカル、そしてなんか、いろいろと楽器の人みたいな感じになるんかな。おー、なんかそれはちょっと楽しみだよ、構成が。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、この島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、それじゃあ QR コードを読み取る。ゆうきさん、ドライ系、第一印象、自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短気。ズバリ言い切る、成果にこだわる。バッサリ型、我が道を突っ走るタイプ。他人の言うことは気にせず、何でも素早く行動する、できるやつ。なんか全体的に水色、青系でまとまっとるね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。そして、お、今回新しく入った、ゆうきさん、入るよ。あ、すごい、青系でまとめとるだけじゃなくって、部屋までちゃんと。ゆうきでございます。できる女だってよく言われます。すげえ、さすが。部屋まで、全体的に水系でイメージしとるってことかな。週刊誌を買うときは、一番上がなく、下の綺麗なのも選びます。ね。下の綺麗なの。私も大抵そういう感じにする。ほい、それじゃあお腹空いとるやろうけん、何かしら。サザエのつぼ焼き。いただきます。一応ほら、水系で攻めとるってことで、魚介類で行ってみたけど。すごく美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？おー、いいねいいね。遊ぼう遊ぼう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。表情に、現れるね。ということは、はっ。マジか、逆だった。さあ、ジョーカーを。おーし。次こそ。あ、表情が変わらねえ。ポーカーフェイスになってしまった。じゃあ次こっち。やった。なんとなく、さっきと逆の方向かなーって思ってみた。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ一番小さいやつ。お宝、鈴をもらいました。今の季節なら鈴よりは風鈴が良かったかな。刹那さん入るよ。何をそんなにプンスカしてるの。これ、珍しく、怒ってます。もう全然珍しくないよ。最近恒例な感じだよ。ユニコーンと喧嘩しました。やっぱり。体が出します。なになに、どうしたんだ。じゃあ、このイライラも沈めてください。美味しいものを食べたらきっと。美味しいもの、美味しいもの。スイカ。ほい。いただきます。どうぞどうぞ。どう？美味しい？そろそろ旬？スイカって。気分が落ち着きました。まだかな？仲直りしてこようと思います。お、行ってらっしゃい。ちゃんと謝るんだよ、刹那さん。ユニポンちゃんめっちゃ怒っとるやん。この間はごめんなさい。許しません。うわ、即答。即答。マジか、そんなに怒ってた。刹那さん、そういうこともあるよ。ダメでした。ダメだったね。ダメだったね。いやー、大丈夫だよ。そううまくいかないものですね。ほら、友達と喧嘩したぐらいで人生終わるわけじゃないけん。じゃあ、
お茶でも飲んで落ち着いて。はい。いただきます。今結構お腹パンパンな感じなんよね。おお。あんまり美味しくなかったか。なるほどね。時間が解決してくれるさ、きっと。ほい、それじゃあ、レイカちゃん、入るよ。マンレノくんは一体何を眺めていたんだろうか。こんばんは。こんばんは。くしゃみが出そうで出ません。お、来たぞ、くしゃみ。手伝うよ。なんかね、くしゃみはね、この羽の先っぽじゃなくって、鼻全体を覆うように使う方がいいっすよっていうことを、コメント欄で聞いたから、ちょっと。おぉ！すっきりしました。やった！速攻やん！やば！ありがとう！ありがとう、コメントくれた人。え、めっちゃ嬉しいんですけど。なるほどね、そうすればいいんだ。ためになるなぁ。お礼にこれをあげます。ほいほい。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。